おはようございます。葉山ダイビングサービス杉木くんです。今朝の葉山ですが、思ったよりうねりは小さいですが、しかし今日の予報ではうねり、かなり3メーターぐらいまで上がる予報です。今日は安全を考慮してもうクローズにしました。すいません、またお願いします。それではまた。